今回はシュートについて FIFA インタラクティブワールドカップ2012ジャパンチャンピオンの田染孝秀さんに教えてもらいましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は FIFA 12における様々なシュートの基本テクニックを紹介します。まずは基本から。シュートは四角ボタンを押す長さによってスピードや距離を調節できます。でもミドルシュートでも軽く押す、メーターの半分くらいまでのタッチで十分です。メーターの半分を超えてしまうとどうなってしまうのですか？いわゆる浸してしまう状態になるので、くれぐれも注意してください。はい。それでは簡単にできるテクニックを一つ紹介させていただきます。ペナルティーエリアの外くらいの距離でゴールに対して45度からシュートを打つときは R1 ボタンと四角ボタンを同時に押すとコントロールシュートを打つことができます。デルピエロみたいなプレイもこんなに簡単にできるんですね。はい、そうなんです。これらの操作に慣れていただいたら、もっと様々なテクニックにチャレンジしてみてくださいね。はい、ありがとうございます。それでは今回のおさらいです。シュートはボタンを押す長さで強弱を調節します。吹かせないように注意してください。コントロールシュートは R1 ボタンと四角ボタンを同時に押して打ちます。これらを覚えてどんどんゴールを決めてくださいね。アイプレイ FIFA。